今日は秋元園芸さんに来ております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは、やってるサービスをまず説明していただいてもよろしいですか。盆栽の生産販売、コロナの前は盆栽教室を、教室もちょっとじゃあ一緒に園を回らせていただいてお願いします。はい、基本的に置いている樹種は、はい、臓器系が多い。そうですね、いろんなのあるんですけど、臓器、芋の花物が多いかと思います。なるほど。この辺のは、生産じゃなくて一品物の商品盆栽ですね。あ、なるほど、一品物も置いてるんですね。そうですね。展示の方の飾りとかもやってます。あ、展示の飾り、この辺が一品物。そうですね、ですね。すぐ飾れるような木が多いですね、この辺は。なるほど。この辺は図書挿し木で増えてるような。そうですね、これうちで挿し木で増やした感じですね。この間動画でね、はい、使わせていただいた図書、この辺はでもちょっと太いのかな。そうですね、これはうちで作ったものじゃないですけど。うわ、かっこいい。生産ものですね。この辺って前買えなかったんですよね、確か売れちゃってた。そうです、この辺は今すいません、売約済みです。売約済みなんですよ。少し入るとほとんど全部自分家の自家生産の品物ですね。この辺心拍、はい、とピラカンですか。そうですね、これは赤身のピラカンかな。いっぱいあるな。一個ずつはちょっとむずいですね。そうですね、この辺石突きになってる。そうですね、種類物のモミジなんかですかね。あ、これあれじゃないですか、前僕買ったやつ。いや、そうです、これはね、うちで枝代わりでできたものなんですけど、うん、桂姫ってうちのじいさんが勝手に呼んでるだけで、はい、本当はそんな名前でも名前はないですね。琴姫の枝代わり、枝代わりより八つ草になってるものですね。あ、これいいですよね。成長が遅いのがちょっと難しいところなんですけど。あ、なんかあんまり増やせにくいって。増やすのも挿し木もつきづらいですね。全部つくわけじゃないんで、増やすの大変ですね。うん、珍しいんで、結構愛好者の方、珍しいのが欲しい人なんかは買っていくことを結構ありますね。うん、へえ。このモミジもいろいろ種類が、そうですね、ありますね。やっぱ素材がこれだけあって、はい、で今やられてないですけど盆栽教室。そうです、持ち込みですか、盆栽教室は。盆栽は持ち込みでもいいですし、自分家でやるものを全部やっちゃったなっていう時は、うちでこういう素材を買ってもらって、どうやってやったらいいのなんてやってる人もいますし。なるほど、はい、いいですね。こんだけ素材があると本当手ぶらで来ても楽しめますよね、盆栽教室。盆栽教室の素材を買っていく業者さんも結構いらっしゃる。あ、そうですよね。豊松のない、これはい、未生の未生で、へえ。四国の方の種だったそうです。四国、はい、なるほど。ほとんど行きますか、はい。この辺も臓器ゾーン。そうですね、さっきより少し大きい。これは心拍ですけどね。そうですね、これはちょっと先輩の心拍ですね。いや、この中からちょっと枝、なんていうの、幹の流れがいいやつをこう探して買うっていうのもね。そうですね、楽しいですよね。結構ここで1時間ぐらいいる人もいます。そう、これ見るだけでも結構な、ね、そうですね、時間を要しますよね。はい、真剣に1本探そうと思うと大変だと思う。そうですよね。そういう時は声かけていただければ一緒に探します。なるほど。ここは、これは三座市ですかね。三座市、三座市もいっぱいある。三座市、あちらこちらにいっぱいあります、うん、下にもありますもんね、こうやってね。そうですね、置ききらないやつが。あ、ちょっと今年はコロナの影響なんかで、はい、大口の品物があんまり売れてないので。なるほど。こうやってちょっとその方に余っちゃってますね。うん、そういうことが原因なんですね。で、ここは図書、また図書と、うん、はい、いろいろございます。あ、いっぱいありますね、図書が。図書も多いですね、植えてます。すごいな、ここも心拍。いや、もう本当めちゃくちゃあるな。心拍は素材としてやっぱり使いやすいですね。そうですね、教室の材料として一番使いやすいと思うんで。あ、この図書だ。あー、すごいな。こちらの金露梅なんですけど。金露梅、はい、ピンク色のお花咲いてるちょっと珍しいやつです。へー。通常は、普通は黄色ですね。黄色、ピンクの金の場合、はい、いや、いっぱいあるな。かなり増やしてます。すごいですね。
あ、ここにあれですね、もう本当にちっちゃい挿し木をそうですね、たくさん1個ずつ全部やってるんですね。そうですね、1年目かな、挿し木。うわ大変だ。その時に針金を巻いちゃって、混ぜながら刺すような形ですね。なるほど。続いてこっち行ってみますか。はい、ここは、はい、ここのハウスも培養しているところですね。挿し木1年生2年生のがほとんどです。あと奥の方の黒松なんかだと、あ、この辺か。そうですね、はい。うわこの辺の黒松は韓国から輸入した黒松。韓国、はい、韓国黒松作ってるんですか。そうですね、こういう値上がり系にやたら作ってますね。へえ、いや、いいですね。ちょっと面白いですまだ、今年植え替えたばかりというか持ってきて入れたばっかりなんで。すごいな。もうちょっと元気ね、よく定着してくれれば売り物になりますね。これ、いや、すごいな、なんかあんまり見ないですよね。そうですね、畑でねじって作ってますね。へえ、面白い。これすごい。この数の値上がり、いや、これやってますよね、編んでますもんね、これ。そうですね、一個一個手かかってますね。へえ、すごい、こんなに太くするんだね。そうですね。で、ここは石づきの石化ヒノキ。まだそろそろつけたばっかりですけど。うん、これ針金かけて育てていくとちょっと面白くなります。あ、こっちにもいっぱいありますね。これ、こっちは寄せ植えですね。寄せ植えで作った石化ヒノキ。はい。はあ。で、こっちはカエデ。はい、これもカエデの寄せ植えです。寄せ植え。カエデもいっぱいある。本当に素材には困らない。そうですね。ここのハウスはまだ販売してないやつ。ってこと？欲しいって言えば全然売っちゃっても大丈夫なんですけど。へえ、いや、これはね、来たい人いっぱいいますよ。これもいいですね。この辺も。これちょっとまだ今元気良くないですね。買ってきたものだから何とも言えないんですけど、この辺なんかちょっと怪しいですね。鳥木っぽい感じですかね。いいな。これは？これは杉ですね。杉。あ、基本何でも御用があんまりない。そうですね、私は御用はあんまりこの辺ぐらいですかね。そうですね。これは1位。そうです。あ、1位も素材なんか見ないですからね。うん、1位の素材はあんまりないのかな。見ないですよ。いや、ちょっといいな。どう作ればいいか全然わからない。あ、いいですね。口なし？はい、口なしです。はあ。で、図書館。図書やっぱ多いですね。心拍と図書。多いですね。あ、これよ。なんか目が違う。そうですね。結構図書もいろいろ障がありますからね。そうですよね。この間カンタさんのやってる動画を、はいはいはい、見て綺麗にできてましたね。うん、やっぱ上手ですよね。僕じゃ全然ああいう風にできないですもん。はい、プロはやっぱ違うなっていう。いや、ちょっとこれじっくり物を探し始めたらもう終わらないやつですね。そうですね。うん、ちょっとこの後探そうと思ってるんですけどね。なるほど。これは花咲いてますね。ちょっと小屋子が足りないですね。うん、こうやって白鳥毛。いや、かわいい。この葉が小さいのがやっぱね、ミニ盆栽とかやるならいいですよね。これはね、包丁木一重です。はいはいはい。白鳥毛は白いですね。こっちの方がちょっと大きい。この辺とかかっこよさそう。取れない。これはちょっと枝が元気ないです。でもなんかジオラマみたいなの作れそうな。そうですね、葉っぱが小さいから、ね、そうなんですよ、しやすいですね。これ一般の人が普通に来て見ても大丈夫なんですよね。はい、全然大丈夫です。うわ、すごい。盆栽球を見てくれてやってきてくれた方にはですね、何か一鉢買っていただいたら、はい、こちらの巣鉢ですけど、このものを一つサービスさせていただこう。あ、これいくら以上とかにしなくて大丈夫ですか。うん、大丈夫ですね。あ、本当ですか。安いもんでも特に問題ないかな。あ、じゃあ盆栽球を見たと言って、はい、ここに訪れた方、購入された方ですね。そうですね。には鉢、この中から
そうですね、この辺とは、これでもいいかな。ああ、この辺も。こでもよろしければ。うん、こんなから、こ、じゃあこっちから選んだらどうしようと思っちゃって。こっちはダメ。こっちはダメですよね。こっちはちょっといいやつなんで。サッカバチはダメですけど、こういう大量生産の鉢でしたらお一つ。サービス。はい、サービス。ありがとうございます。じゃあぜひ、川口市にある秋元園芸さんに今日お邪魔して、まあ、サービスもしてもらえるということになりました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。将来性のある素材を、例えば継ぎ木をしてもらってもいいですし、いろんな作り方できると思うんですよ、はい、なので立ち上がりのところだけ、そうですね、そこだけで選んでもらった方がいいんじゃないかなと、曲がり方、なのでもよく曲がっていて、で奥行きが出てるんで、はい、ここにある空間ですね、うんうん、こういうとこを使っていけば面白くできそうな感じもしますよね。そうですね、それか、それ確かにいいですね。根元から曲がってないと盆栽にはなりづらいと思うんですよ、うんうん、立ち上がって落ちてるっていうのも一つの魅力になると思うんで。なるほど、そういうのを探していただければいいのかな。原害っぽいやつの方がいいのかな。原害が一番作りやすいですね。これの方が面白いじゃないですか、まあそこそこ高さが出て落ちてるんで、そこで作れるんですよね。でこっちの先はまだこの先の培養でどうにでもなると思うので、はいはい、こんなのも面白いと思いますね。なるほど。あとその人の趣味の大きさっていうのもあると思うんですよね。まあそうですね、そんなに大きくはしたくないですけどね。こういうのも面白いかもしれないですね。先じゃなくて中だけ見てもらった方がいいのかな、今のうちは。こういうのも面白そうですね、うん、細かい根っこが後だと効いてきそうだ。なるほど選べないな、やっぱり最初言ったのどれでしたっけ。こっちの方が姿見えやすいですね。多分みんな選べないですよ、これ。ここ来たら1時間ぐらいいますよ、多分まだまだ素材の素材ですからね。そうですね、これから素材にして、その後盆栽にしていくような。マジで決めらんないな本当に根っこと最初の部分だけよく作ってある形ですからね。最初の言ってもらったやつにしようかな、これか何にしてみますか。どういう太りやすいやつがいいですか。そうですね、こういうのってあんま太くならない感じ。やつぶさ系は太くなりづらいですね、うん、あんま見ないですよね。これを太くするように頑張るっていうのも楽しめるか、うん、まあそうですね、見比べてみても面白いかもしれないですよ、うん、同じように例えば来年挿し木してみて、はい、そちらの成長過程の違いとか。そうですよね、こういうの。あ、葉っぱがちっちゃいですね。そうですね、少し手入れしてるか、うん、このぐらいで作りたいです。このぐらいですか、うん、うんと、ちっちゃいやつですか。こう粘りがこうなってるやつあるじゃないですか、よく、うん、ああいうのに憧れます。なるほどね。だからもうずっと伸ばさないようにやっていくんでしょうね、手入れを。そうですね、か取り木ですね、多分。取り木は粘りできにづらいですね。あ、そうですか、うん、あ、これこんなんでちょっと大きめのやつあるじゃないですかちょっとだけ大きめですね。あ、葉が細いですね。でもすごいでしょ、もうボコボコになっちゃいます。すごいな、これ手入れしないとこうなります。積んでいくんですか、これ。もう、うちもこれをちゃんと作ってないから何とも言えないんですけど、ちょっとこれちゃんと作ってみたいな。セオリーでいけば、うん、もうほぼ取っていくしかないのかな欲しいところの枝葉を残して、芽を残して。なるほど、あとちょっと大きいやつも取って。よくこんな吹きますね、そうそう、本当に異常ですよねこれを不要園さんに持って行ってどうにか相談するっていう動画、うん、それいいかもしれないな。こんなの見つけたんですけどどうですかって、うん、あ、いいかもしれないですね。ちょっと反応見てみたい。カツラ姫を不要園に持っていくこれ、じゃあこれ買います、はい、でさっきのとこれで、はい